かなと思います。皆さん席は大丈夫ですかね。もしあの参加者の方で席いくつかまだ空きがありますので、どんどん来てそのまま座ってください。すごいですね、久しぶりに満席の状態を見ました。はい、じゃあよろしくお願いします。いいのかな。じゃあ、最初にですね、まず会場について少しだけ、ご案内します。今回こちらの、マイクロソフトさんの会場をお借りしている関係で、このようなものをご利用取っていただけるようになっています。出て右手の、広場の裏側のところにドリンクの取り口ありますので、ご自由にお取りください。あとおトイレは、ちょっと行きにくいんですけど、そのまま入り口入っていただいたところを出て、ありますでしょうか。はいはい、出てまっすぐ行ってちょっと左ですねにあります。で結構今日ですね長丁場になりまして、時間ガンガン押していくと思います。押していかないように、タイムキーパーさんちょっと失礼しませんちゃったんですけど、頑張ってつけてやりますので、皆さん一生懸命ちょっとついてきていただければと思います。はい、じゃあ、始めますね。よろしくお願いします。配信 OK ですかね。もういけそう、いってそう。配信がうまく来てないですね。ここへ来てすいません。ちょっとすいません。誰かヘルプできる人いますか。はいはいはい。すいません。はい。何がどういう感じですか。こっち。こっちも。うん。ストーンが。うん。でもそれで来るじゃないか。で、うつぶやきが入ってこっちから。うん。取れれば OK っぽいですね。多分良好になってるから。はい、 OK かな。はい、 OK です。はい、じゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。ではまずは皆さんお越しいただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。自己紹介ですね。エクセルソフトの田淵義人と申します。一応 JZAG 今回の、ジャパンザマリンユーザーグループ主催しておりまして、ザマリンのコミュニティエヴァンジェリストを名乗ろうかなと思っております。正式なエヴァンジェリストはこちらに後でお答えいただきます。はい、で、2016年の4月にマイクロソフトの MVP リアルスタジオ&ランチャーってやつですね、受賞をさせてもらいました。で基本は営業なんですけれども、開発もちょっとできる営業というのを目指して、頑張っております。で、SNSの活動をしっかりやっています。Y 田淵の田淵義人で検索していただくと、こちらで席空いてます。質問空いてます。どうぞ。はい、やってますので、ぜひフォローなり、していただけると嬉しいです。でブログですね、ザマリン日本語情報っていうブログをやっておりまして、こちらもザマリンの情報ばっかり、今320件ぐらいポストが溜まりましたので、ぜひいろいろ検索してみていただけると嬉しいです。あ、それで、一応のストリーミングで、この、録画がすぐ公開されます。で、登壇者の皆さんたくさんいらっしゃるんですけれども、コンパスのページに全部資料を後でアップしていただくことになっていますので、もし後で資料を見たいという方はこちらを私の方でもご案内します。後で見ていただければと思います。であと、連載とか執筆とかちょろちょろやっておりまして、ビルドインサイダーとか、あとマイナビニュースとか、そういうところで記事を書かせてもらっています。でもしかするとザマリン本体の方もちょっと書くかもしれないんですけど、まあ、そこら辺が決まったらまたお案内したいなというふうに思っております。はい、まずはザマリンですよね。まあ、なんでザマリンなのっていうことなんですけど、ビジュアルスタジオに無料でついてくるようになりました。なりましたということで、まあ、これですね。ビルドですね。ビルドで発表になったメッサルのスライド発表になりまして、すごく皆さん会場。前に一番前にも空いている席あります。こっちにも空いている席あります。はい、どうぞ。
見るようになりましたので、すごく皆さんエキサイティングな発表でちょっとびっくりしたんじゃないかなと思うんですけども、無料でついてくるって言っても MSDN のサブスクライバーの人だけがサマリン iOS を使えるらしいと。 VS プロ単体の人はサマリン iOS は使えないって。で、Windows 版は45ギガぐらいインストールに入力が必要だったりして、なかなかハードルが高い、敷居が高いというような感じですね。まあ、積んでるわけですよ。はい。で、ただもう2年ぐらい、UOC どもが使い始めて2年ぐらい経つんですけども、積んの部分はだいぶ我々の先行者たちが潰してきたと思っていますので、まあ、皆さんはこれからデレの部分をじっくり味わっていただきたいなというふうに思うわけです。で、ただ非常にまだできて、ザバリホームズなんかは特に若いプロダクトなので、人柱が多分まだまだ必要だと思うんです。なので皆さんぜひ人柱になっていただければなというふうに考えております。ザマリのいいところ、まあ、今日は皆さん登壇者の方がいっぱいいいところを紹介してくれると思いますので、簡単にC シャープで書けるっていうのとリンクレーシングカウイで使えてザムルが使えるっていうのはいいですよね。 Windows の開発者の方は、WPF とかの開発手法、 MVVM だったりデータバインディングだったり、そういった開発手法がそのまま使えますよと。で、逆に iOS、Android ネイティブの開発者の方々というのは、API がブスクラップされた API が同じ名前で大体用意されていますので、見慣れた API をそのまま使えるよというような利点があると。で、さらにですね、ザマリン Mac っていうのがありまして、 Mac のアプリも作れるということで、ぜひザマリン Mac も忘れないでいただけたら、忘れないでほしいなというふうに思います。はい。まあ、C シャープなんでこういう感じの素敵なコードで XML を引っ張ってきて、でシリアライズしてディスポーズして、そのままリンクでフィルターして、で最後にディスポーズするみたいなのがさっくりと書けるわけですよね。非常に C シャープの2点が生きている感じのコードなんじゃないかなというふうに思います。でですね、ネイティブで書く場合にもネイティブの API コアモーションとかファウンデーションとか使ったりした、まあ、これ、CO モーションマネージャーなのでセンサーですね、アクセレロメーターのセンサーを引っ張ってくる子なんですけど、そのままイベントハンターを、データエラーでそのままラムダ式で書いてみたいなこともできるようになっているわけです。リスナーが必要ないということですね。 Android の場合もやっぱり同様にクリックイベントをそのままラムダ式で書けたり、あとは同じような感じですね、ファイル UID でオブジェクト引っ張ってきてみたいな形の、まあ、いわゆる見慣れた感じのコードをそのまま C シャープのいいところだけ取って書けるというようなところが、まあ非常にいい利点なんじゃないかなというふうに思います。で、さらにですね、2016で、まあ、いろんなのが発表されました。ついにザマリンホームズにプレビューアーが、まあ、できましたということで、初めてザマリンを知る方はそんなの今までなかったのみたいなふうに思うかもしれないんですけど、なかったですね。みんなエアザムルでこう書いて、想像しながら書いてビルドして初めて、ザムルがエラーを吐くという状況になって、泣く泣くもう一回調べてというのをやっていたわけです。それがなくなるということですね。ワークブックっていう非常に変なのができまして、コードと使用書みたいなのを一緒に書いて、それをマークダウンで保存できるみたいな、でしかもそれが動くという非常に変なのが出ました。これも、リンクアドリーにいただくと、それについて書いていただいた方のエントリー、これアミーさんという方が書いていただいた記事ですね、出ますので見てもらってください。で、あと iOS シミュレーター for Windows、 Windows で iOS のシミュレーターが動きますと。なんですが、これビルドはやっぱり Mac が必要なので、必ず Windows で開発したいという場合はどうしても Mac は必須というふうになります。で、ですね、もし、席まだ前の方は空いてますので、これから今入られた方とかはどんどん前に席入っていただいて構いませんという感じですね。で、あと5分ぐらいですね、なので JTAG、ザマリン専用専門の勉強会です。最低3ヶ月に1回ぐらい
開催していますので、まあ、ぜひ今回、ご興味持っていただいたら、継続して来ていただけると非常に嬉しく思います。で今日最後まで聞くと多分分かるんですけど、非常に濃いです。すごい方たちばっかりですねやってますので、非常に面白い話が聞けるんじゃないかなと思います。今日は、たくさんスタッフの方参加していただいたんですけども、スタッフの方募集していますので、ぜひそういう運営で入っていただける方は募集しております。であと、軽く事例とか開発できる会社さん、今回個人の方じゃなくて、会社でも使いたいなみたいな思っている方っていらっしゃいますか？あんまり多くないですか？あんまり多くないですね。個人の方は完全無料なので、もうガンガン遊んでください。で、会社でちょっと使いたいなと思っている方は、右側が、もうすでにザマリンで開発ができる会社さんです。で事例とかは、左に載せてあります。でライフルウェアという手帳のアプリ、これが今ザマリンで作り直して頑張って作り直していますので、まあ、リリースされたら事例だけにも出ていただこうかなというふうに考えています。で一応これ入れないと怒られちゃうので、 Excel ソフトという会社がですねザマリンの代理店してましたので、ビジュアルスタジオ MSDM とか買いたい方はちょっとご連絡いただけると嬉しいです。ということで、終わりの前に、榎本さんちょっとご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。声かけとかなかったじゃん。はい、ですね、今回登壇はされないんですけれども、ザマリンの中の人、榎本さんちょっとご紹介をさせていただきます。でこの後の今日の勉強会あとのやつをちょっと話すんですか、ここで2分ぐらい、はい、はい、これでやります。ということで、郵送で流れるので、興味ある方がいれば来ていただけると、はい、いうことで、はい、どうもこんにちは、榎本と申します。中の人なんですけど、中の人非常に身分不安定なんですよね。会社レベルではザマリンとマイクロソフトがくっつきましたということになりましたが、それぞれの人たちがどうなるかまだちょっと正直よくわからない。多分一緒に仕事することになるかと思います。で、私今日ここで参加しないんですけれども、せっかくオープンソースになってザマリンのコード誰でも GitHub で見られるようになったので、ちょっとそれをチェックアウトとかビルドとかしてハックしてみる集まりみたいなのをリジェクトコンみたいな感じでやろうかなという話をちょっと書いて、昨日思いついてというか書いてやり始め、やることにしてましたんで、この会場の下のカフェドクリエあたりで、まあ、空いてたらですけど、やろうかなと思っています。ただ、ここにいる皆様は参加できません。皆さんはこちらの会場を楽しんでください。そんな感じでよろしいでしょうかね。はい、はい、ちょこっとだけですね、時間ありそうなので、ザマリンプレフォームズのプレビューアーのご紹介します。プレビューアー、はい、これブログ書いたのでちょっと見ていただくと分かるんですけれども、普通にダムルのページを用意しまして、こっちがプレビューの画面ですね。Mac が必須で、 Windows はまだないんですけど Mac 必須で、リストビューとかの、バインディング、データバインディングですねがそのまま速度に見えるようになっています。コードビハインドの方にバインディングコンテキストを書いてもらって、ビューモデル、まあ、ちょっとデータ無理やり入れたやつを用意してですね。でアップの方にビューモデルロケーターっていうやつをちょっと入れますと、まあ、こういうちょっとした、コテクみたいなものがありまして、でそれをやると、まあ、こういった、例えば、今モンキーカウントになってますけど、これをよいしょちょっと大きいますよね。よいしょ。これ、はい。で、そのままバインディングして、バインディングのモンキーのカウントってやると、まあ、ここに3って出ますよね。そのままリアルタイムで編集ができるようになります。で、3なんで、数字だけになっちゃうんで、まあ、ストリームフォーマットして、まあ、0引き的なのを入れますよと。でさらに今回個別でマージンが効くようになりましたので、マージンで20の10とか言ってあげるとマージンもそのまで反映されると。でさらにこれジェームス、ダマインのエヴァンジェリストのジェームスさんそのままなんですけど、フォントボリュームの、
と、まあ、イメージサークルになって、でさらにここにボーダーだったかな、ボーダーカラーレッドとかやると赤いと、やればまあ枠がつきますよと。で枠のボーダーのティップネスが5とかにするとまあ枠がつく。こういった感じですね。その場で見ながらダブル編集できるようになります。ので、まあ、ぜひ Mac をお待ちの方は、ちょっとザマニックレビューは、アルファ版を入れないといけないので、これは人柱の人限定の機能です。よろしくお願いします。はい、ということで、これから JZAG ですね。ぜひ、長い時間になりますが、楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ちょまどさんなんですけれども、今回人前で喋るの、こういう大人数で人前で喋るのがほぼ初めてらしいので、皆さんこう生温かい目で、あんまり目線を合わせないようにしてあげると、多分感謝されて嬉しいんじゃないかなと思います。初めてなので、温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
その人採用して。ありがとうございます。ダマリン社の歴史を話そうと思うんです。ダマリンについての記事はいっぱいなんか探せば、特に田淵さんとか、いろんな人がもう人柱ってじゃなくて、いろんな先陣を切ってる人たちがいっぱい書いてくれてるんです。だから今回はダマリン社の話をしようと思うんですね。そう、クロスプラットフォーム開発ツールのダマリンについての記事を書けるのに、ダマリン社についての記事は少ない気がしたので、ここにまとめようと思います。現在はダマリン社はマイクロソフトに買収されて、マイクロソフトの一部となってしまったんですけど、でしかもすごい波乱万丈なんですよ。途中でアタッチメント社に買収されちゃった翌、あ、これ翌週らしいです。あ、さっきそう、中の人にさっき初めて会っていろいろ聞いたんですよね。翌週なんか買収されて翌週全員解雇されちゃったりとか、すごい波乱万丈だったんで、なんか発表したいなって思ったんです。あ、そう、ダマリン社がダマリンを開発してたんです。製品名と会社名がね、クックパッドみたいな感じですか。で、これで登場人物は2人いるんです。ダマリンは2人の創始者がいるんです。ナットさんとミゲルさんです。ナットさんが超すごい起業家です。超すごい起業家で、旅行好きで自家用飛行機も、これも中の人が聞きました、飛行機も持ってるらしいです。で、ダマリン社が生まれた直後、資金がなかったり、元会社との権利関係で問題になって大変だった時、 CEO として招かれたんですね、直後に。そしたらすぐに資金を調達したり、卓越した交渉能力で権利関係解決したりとか、すごい人です。ダマリンを会社としてすごい大きくした超天才です。で、ミゲルさんは超すごいデベロッパーです。OSS 大好きです。グノームってなんか有名なんですよね。で、ユニックス系の OS でよく利用されるデスクトップ環境の一つと、モノという二つの超有名な OSS プロジェクトを始めた人なんです。で、父は物理学者、母は生物学者という科学者の家庭で育ってました。ダマリン作った人です。まあ、この二人が主人公、登場人物なんです。ノットさんとミゲルさん。で、ダマリン社はどうやって作られたかっていうと、ダマリン社はもともとはミゲルさん、さっきの超すごいデベロッパーをリーダーとするモノプロジェクトの開発メンバーが集まって、2011年に独立した、開発して結成されたものです。モノプロジェクトもなんか有名なんですよね。マイクロソフトの .NET フレームワークを Linux 上でも動かせるようにしたいねという思想から始まった、まあ、.NET フレーム、MS の .NET フレームワークの Unix 移植を目的とした OSS プロジェクトです。今は .NET はマイクロソフト自身にある OSS になって GitHub 上に全部公開されてるし、普通に Linux 上でも動くようになってるんですけどね。で、ダマリンはモノベースのアプリケーションを作るための開発ツールなんです。で、なんでモノベースじゃないとダメだったかっていうと、.NET フレームワークは Windows 上でしか動かない。C シャープっていうのは、そう、最初私モノ知らなくて、なんか C シャープのアプリが iOS や Android で動くってすごいびっくりしたんですよ。だって .NET フレームワーク上じゃないと動かないんじゃないかな。.NET フレームワークは Windows 上でしか動かない。おかしいって思ったんです。どうしたのかなって思ったら、モノ、そこでモノですよ。例えば、Android アプリって下に OS がいるね。Android OS があって、Dalvik VM があって、その上で Java のアプリが動いてる。ダマリン Android どうしてるかっていうと、Android OS があって、上にモノの VM が動いてます。そう、モノの VM で C シャープのアプリが動きます。Dalvik もちょっと混んでるらしいんですけど、まあそんな感じで、モノがあるから、Windows 以外でも C シャープが動きます。で、4行で、あと5分らしいです。4行で説明する流れです。これすごい、私頑張って4行の3、本当は3行が良かった。ものの開発などをする会社、地味、これダマリンじゃないです。
ナット、あの超すごい経営家のナットと超すごいデベロッパーのミゲルが2人で作ったんです。これはこの会社何したかっていうと、さっきのミゲルが作ったグノームとかモノプロジェクトのなんか推し進む製品とか作る会社だったんですね。ジミア作ったんです。でそしたら数年後そのジミアが他企業に買収されたんです。まあ何回か買収されてるんですけど、まあ、2社目の時に、そしたらなんと物開発チームが全員解雇されちゃったんです。これやばくないですか？なんかあれ、そうさっき中の人に聞いたんですよ。あのなんか買収されたアタッチメント社っていう会社に買収されたらしいんですね。そしたらすぐにポーンってみんなミゲルもクビになっちゃったんですよ。でミゲル激怒じゃないですか。でけどミゲルは物続けたくてダマリン社を作ったんです。でもそう後から言うんですけど、まあ、これ解散されたものの開発者たちを集めて作った会社で、だからその、まあ、開発者ばっかりでマーケティングチームとかセールスチームとかなかったらしいんですね。 ですぐに後からナットが参加して会社としてなんか交渉したりとかなんかいろいろ形にした感じです。でラマリー社は2016年にマイクロソフトと一つになって今ここです。でもう少しかな、おまかな流れ、おまかっていうかすごい長くなっちゃったんですけど、まあ、さらっと言うと、さっきのミゲルとマットがジミアを作る。ジミア社はオープンソースの Linux 向けデスクトップで環境であるグノームやドットネットフレームワークの MS のドットネットフレームワークの既存の一つのものを開発するアメリカの企業で、ミゲルがものを発表っていうか、ものを開発してて、でこれ もともと OSS にするつもりだったんですけど、まあ、ずっと開発してついにできたんですね、ものが。だから OSS にするよってバーンって公開したわけです。で次にジミア社がノベル社に買収されます。ノベル社はいいやつです。ノベル社はジミアの名称とその開発プロジェクトを全て存続させました。でナットは途中でノベル社を辞めます。あ、これは嫌になって辞めたんじゃなくて、あ、そのさっき聞いたんですけど、旅行、あ、やっぱりいいや。それで、ここですよ、ここ。ノベル社がアタッチメント社に買収されるんですね。ノベル社時代に開発したものた、今のダマリン .iOS と、モノフォーアンドロイド、今のダマリン.Android も、アタッチメント社の所有物になるんですね。これ、後で響いてくるんですよ。でライセンス前のコースをここでやっておくと、もの自体はオープンソースで GPL なんですけど、モノタッチとモノフォーアンドロイドは会社の著作物だったんですね。そしたら翌週、なんとモノの開発チームは解散させられる。モノチーム全員解雇なんですね。ミゲルも解雇で、理由はアタッチメント社はモノの将来を疑問視していたらしいんですね。なんか当時はだから多分グノームが欲しかったんですかね。だからモノはいいよ、おーいって言って、で全員解雇、大規模なリストラだったんですね。で、すごい怒涛なんですけど、その次の週、ミゲルはモノを続けるためにダマリン社を立ち上げます。モノベースの製品を中心とする新しい会社立ち上げたよとか、iOS、Android 向けドットネット互換環境を提供する商品を作るよとか、オープンソースのものの開発サポートも続けるよ。でも最初はすごい厳しかったね。これ中の人のブログで読んだんですけど、なんかすごいなんかスタートアップって大変だなって思いました。解雇されて翌週にすぐ立ち上がったダマリン社にはメンバーもすぐに集まらないし、集まっても彼らに十分な給料を支払えるお金が生まれる保証がなかった。そのためジョインし始めたと聞いた人もいた。主に家庭持ちの人たちとか、何より権利関係が一番問題だった。さっきのライセンス周りがここで影響してきて、ノベル社時代に開発したモノタッチとモノフォーアンドロイドはダッチメイト社に著作権が残ってデータマリンではフルスクラッチ、それを再実装するところから始めなきゃいけなかった。これやばい、どうしようってミゲル、さっきのあの初めの超すごいデベロッパーのミゲルが旅行中のナットに相談したところ、なんとナットが CEO としてダマリン社に来ることになった。ミゲルとナットのコンビ再結成なんですね。最初ジミアン2人で作りましたが、またコンビ再結成 でナットの交渉能力と経営手腕もすごいもので、 CEO 就任後瞬く間2ヶ月間のうちに、そのめんどくさかった権利関係の問題解決して資金調達もこなした。
まあ、その後も矢継病に経営策を立てていって、当時存在しなかったマーケティングチームなど設立。でこれでザマリン社が今の私たちの知るザマリン開発して、でマイクロソフトとパートナーシップを結んで、で今ここなんですけど買収される。あ、もう時間がない。私が一番今回一番言いたかったのは、私ミゲルとなったが大好きなんですけど、ここです、ここのこの出来事、ここミゲル、あ、2人は5歳差なんです。ミゲルが紹介を受けてマイクロソフトに採用面接受けに行ったんですね。なんか IE のチームに紹介を受けたらしくて、でも結局大学の学位の不足により合衆国就労ビザを取得することができ、職を得ることができない。私ビザよく分かんないんですけど、まあ来なかったらしい。で、ちょうどその時、当時マイクロソフト社にインターンをしていたナットと出会う。だから出会いはマイクロソフト社らしいんですよ。これなんかすごい燃えたんです。そんな感じです。で、これはブログとして公開しようと思うんですね。その今ちょうど中の人が いらっしゃったので、ちょっとチェックし査読してもらって、正しかったら公開しようと思ってるんです。あ、ちなみにこのブログの URL は aka.ms/choma.com。ここに公開する、多分今夜くらいにはさっきの渾身の徹夜で書いたんです、正直を公開します。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、10分休憩を入れたいと思います。はい、